はい、皆さんこんにちは。ドットコムドットコムです。マグネット2千本ノックパート29ですね。はい、じゃあ続きやっていきましょう。これね、一応前回方針立てたって言ったんですけど、道中にある敵が邪魔なので、ちょこっと引き寄せて、でちょこちょこトゲに当たらず気をつけていくんですけど、イライラ棒だな完全に。ちまちました動作はうちは結構苦手です。大型なのでね、そんなことは言ってもしょうもないけどね。そしてここまで来ればあとは引くだけ。 OK、194。お、ちょっと待って待ってよ、穴があるからそこだけ注意しよう。で、デスコンに邪魔っけだな結構。うわー、ほんと邪魔だな。デスコン、うわ、ちょっと待って、とりあえずまず敵は処理。で、ちょっとちょこちょこ引いていかないと安心できないなこれは。で、ちょっと、おわ、危ねえな。攻め、弾尺が来てる。ゲイ。あとはここら辺でひたすら引っ張って、おっとっとっと、ひたすら引っ張っていくだけなんだけど、デスコンに邪魔。このステージは多分初見だから、もうここら辺からはもう知らないですね。195。どうなってんだ。おお、おお、そういうパターンか。ちょっと待って、一旦押して、押しといて、いけるかな。 OK です。196。ひえ、これまた厄介だな。まあでも1個にまとめることはできるから、これは助かった。で、あと落とさないように慎重に慎重に、おっとっと、危ねえ、慎重に行きましょう。どうタイミングがいいのかな、いまいちわからないから。さあ、ここ難しそうだな。オッケー、一発クリアしました。197。で、ちょっと待って、やべ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 、うわい、落ちたし、あ、ヒヤヒヤとか、なんか、うわー、なんでこんな落ちるの。しかもマグウサギ自身が落ちるっていうね。うわ、かなり難易度高いなこれ。わ、ちょっと待って、むずいぞこれ、結構むずいぞこれ。ちょっと待って、この辺まで引っ張りすぎなんだけど、本当は。あら、ちきしょう、なかなかうまくいかないな。そこ、おっとっとっと、でここまで、こっちか、こっちまで持ってっての、オッケー。でここまで来たら
トゲのとこまで持ってくんだけど、ギリギリセーフだった。オッケー、198。うわっ、ちょっとよかった、反発感なかった。反発感なのは楽だけど、そうじゃないところは厳しそうだな。あとちょっとこっちで、でも一応反発パネルのとこで止まってくれるから、やりやすいじゃん。俺たちなんでやりやすいっちゃやりやすい。いたもすかで一個くっついてはいるんだけど、危ねえな。またこういうメリコンバグがあるんだから、マグネットでは。でとりあえず下を押さなければ安心するんで、下は押さずに、であとは反発パネルで押していくだけと思ったけど、いかないからこうしよう。199。さあもうすぐでメイキングモード大台の200きますね。さあこれは普通に行こう。もうまとめられる？ん？なんでこんな反発するの？あとは普通に行けますね。あ、トゲがあるからそこだけ気を、トゲがあるからそこだけ気をつけないといけないですね。で、ちょっと持ってって、あとは反発パネルで押して引くだけ。さあ、200です。200っていう何ふさわしいだけ、なんか難しそうだな、これは。なんていうか、200っていう大台ならではの難しさがありますね、これは。なんだこれ、どうすりゃいいんだ。テスコムには出てこないからそこはいいんだけど、慎重に慎重を重ねて、あれダメか。ん、こうすればいい系か。あ、ちょっと待って、ダメだった。うわ、ちょっと待って、かなり際どいぞこれは。で押してっての、できるまとめたいっちゃまとめたいな。てか時間は時間だな。わあ、危ねえ。で、頃合い見て反発パネルで押して、あとは引いて、おっとだ、危ねえ。で、押せばクリア！ 200 来ました。じゃあ、ちょっとここで切りましょう。切りもいいですし、時間もいっぱいなので。はい、じゃあ、マグネット2千本ノックパート29、200まで来ました。やったね。200まで来たってことは、あと650ってことになりますよね。え、まだ650もあんの？まあ、350足したってことだから、ペース的にもどうなんでしょうかね。まあ、よくわからないっちゃ、ほんとわかんないんですよ。だって、最後まで行ったことないんでね、このゲームは。じゃあ、そんなわけで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。